Hi everyone! Hi! はい、ということでタイトル通りうちが本当に本当に買ってよかったものたちを紹介する動画になります。愛用しているコスメ編と一応主婦もやってるので家事編、家事に助かってるものを紹介したいと思います。で、全てをここに持ってきてません。なんでかというとうちは片付けが苦手なので全部持ってきてしまうとここに持ってきたまんまそのまんま使ってしまうことになってる散らかってしまうの。だからここら辺かここら辺かにあの写真を、くっつける、と思います。今この近くにあるものはお見せしますので、はい。で、まずはずっと愛用してるんだけど、前のスキンケアの動画でもあのご紹介したんだけど、ずっと愛用しているのは化粧水のロベクチン。本当にもううちの周り の, あの女子でも男子でもあのみんなにおすすめしてるんだけど、ロベクチン最近ロフト行ったらねなんか買えるようになってて、本当にこの化粧水は7種類 の, あのヒアルロン酸がふんだんに入ってて、石鹸が残ってんのかなっていう感じに泡立つぐらいめちゃめちゃ成分が濃いのね。うち結構敏感肌なんだけど、敏感肌にもめちゃめちゃ優しいロベクチン化粧水、これは本当騙されたと思って1本だけ試してほしい。ちょテンション上がって喉渇いちゃった。じゃあ次ね、ロベクチンの後に、使ってる再生クリーム、センテリアン21、あ24だったっけ、24です。センチュリー21じゃないよ。これは韓国の製薬会社から作られてる再生クリーム。もうこれはなんて言えばいいのかな、もうねこれなしではうちはもうね生きていけない。ちょっと高級なあのクリーム、ブランドのクリームとかいただいたりとか自分でちょっと買って上書きしてみたんだけど、もうね絶対にセンテリアンに戻ってくるの。センテリアンのことをうち語り出したらもうね本当にあのどうしようもないので、はい次でここに次書いてあるのがつけま。昔からうちのことを身をもってくれてる方はちょっともう気づいてると思うんだけど、うちメイク多分薄くなってるよね。こうナチュラルっぽいのが結構好みになったりしたのね。デコレーティブアイラッシュの1番、幅がすごく短くって、こう長さがあのねランダムに長いのね。カットする必要がないじゃん、あの短いから。だから真ん中をピョーンってこう跳ねさせてくれて、これをやるだけで薄いあのメイクでもすごくなんかこうあの盛れるというか、そんな感じがすごく好きで、このねデコレーティブの1番と同じブランドデコレーティブのこれなんだけど、これは2番。あ、ここにも書いてあるわ、アンバランス感がおしゃれ、本数が多いんだけどでも隙間があって、なんていうの、もっと盛れるけどケバくならないと4ペア入ってます。次つけまんでしょ。これはみんなに超シェアしたかったんだけど、1回使っただけで良さは分かったんだけど、もう何回か使わないと紹介するまでには至らないかなって思って我慢してて、インスタにも多分載せてないんだけど、コティアラ、これがめっちゃいい。これ韓国のコスメで、オータリーローズメイクアップベースプライマー、 I'm Onni。 Onni ってさ、お姉さんって意味なんだけど、顔をマットに仕上げてくれるのね。こんな感じ、結構使ったよね。あ、スパチュラも入ってるんだけど、あのうちはスパチュラなくしましたので、あの綺麗な状態の爪でピュッてやってますみんなさマスクつけるじゃん、だからベタってつかないように毛穴もあの見えないように隠してくれるプライマーなの。これさ共感してくれる人いるかな、なんか毛穴系のプライマーってさ、なんかクレヨン塗ってくったような感覚になるの、なんかちょっと共感できない、なんかさ暑苦しくなっちゃうんだよね、肌がなんか呼吸してない感じに感じちゃって。うちは鼻周辺に塗るだけでも毛穴系ってあんまり正直好きじゃなかったんだけど、この子は必要以上にマットにしなくていい感じにパウダリーな感じに仕上げてくれるので、本当にねマスクしてあの多少は取れるよけど取れにくくなった。この子を鼻のこの中心部分からこうあの薄く広げていってメイクしてます。すごくめちゃおすすめなんだけど、あのね香りがねザ・ローズなの。バラ系の香りが苦手な人はロフトとかねテスターがあったら一回嗅いでみてほしい。
だけどうちはこれはおすすめです。次は唇をもっとこうぷっくりさせてくれるプランパーなんだけど、今回2本足しました。こちらこの子はラメが入ってて、この子は完璧にクリアなのね。でラメはこんな感じでちょっとこう細かいラメが入ってます。リップ塗った後に今も少し塗ってるんだけど、ちょっと乾いてきちゃったかな。本当に唇をぷっくりぷっくりもっとぷっくりに見せたいですっていう時はこのクリアのものをリップを塗る前にうちは塗ってる。あのね、痛みに弱い人はちょっと注意かも。なんていうの、口の中の粘膜にタッチするとすっごいピリピリする。だからちょっと覚悟をして塗った方がいいですね。あとはね、コテたちって書いてある。うちずっとワンレンの黒髪ワンレンだったんだけど、見ての通りさ、髪の毛も染めて顔周りも切ったりしてさ、コテとかでねこうセットをしたくなるような感じになってきたの。うち結構苦手なの、ヘア。この苦手意識をちょっと克服させてくれた韓国のコテグッズがあるのね。オダナ知ってる人は絶対知ってるよね。9点で買いました。これも9点様々。スタンダードの電化製品屋さんで買えるコテって大きくても多分38とかじゃないっけ、30結構32、35、8ぐらいが結構スタンダードなんだけど、40なので、35とか38とかで特にロングの人って巻くとくるくるくるってなりすぎちゃうんだよね。韓国のよく言う、知ってるかな、ヨシンモリ、ヨシンモリができるんですよ。他の動画でこのコテを使って私はこうやって巻いてますっていうのを紹介しようと思ってるので、ちょっと待っててください。あとこれ普通のストレートのコテに見えるでしょう。違うんです。見てください。あ、先端恐怖症の人は本当にごめんね。ここがこういう風に半月模様になってるの。半月型。これだったら分かりやすいかも。ここでこう。だからこれ何に使うと思う？直毛さんは本当にこれはとても嬉しいニュースです。うち土直毛なんだけど、直毛の人ってすぐこの根元がピタンってなっちゃうわけよ。例えばね、今スイッチ入ってないんだけど、これをグッスーってやると本当にこれがこういう風に生きてくれるの。これも9点で買いました。これね、イエスビューティーっていうのかな。多分ね、韓国でもそんなに有名じゃないのかもしれない。だけど、こういう半月型のアイロンってあんま見なくない？好きです。次、香水、香水。好きな香水の香りってさ、季節ごとにも変わるし、まあ、自分の年齢とともに変わってくるじゃん。昔から変わらない、ずっと好きなタイプの香りがあるのね。ココナッツの香りとか、ちょっとこう甘い感じの香りが好き。めちゃくちゃ好みな、この子。この子を見つけちゃったの。オードパルファム402。そうか、これはバニラ、キャラメル、サンダルウッド。本当にこの香りすごく好きで、ありとあらゆる自分の服に全部かけてる。次、エグータム。あ、エグータムね。エグータムは本当にうち、いろんなまつげのなんかこう美容液とか伸びますっていうやつを試してみたんだけど、一番色素沈着もしなくって、プラス本当にちゃんと伸びてるのがわかりますって思えたのはエグータムだったかな。つけまだからごめんね、わかりにくいんだけど、エグータムを使い始めて、もう2ヶ月くらいで結構ね、量がめちゃめちゃ生えた。今、うちハリウッドブローリフトやってるんだけど、やっぱりパーマみたいなことをしてるわけだから、絶対にさ、毛もさ、痛むっちゃ痛むわけじゃん。だから、うちはもうね、エグータムも、ここに、シャワー上がりにちょん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 って塗ってる。エグータムは、うちの中では最高のまつげ美容液。はい、グンダルシャンプー&コンディショナー、これも9点で買いました。いろんな香りがあって、うち個人的にさっき言ったようにこれと同じような香りがあってですね、それがね、ベビーパウダーの香りなの。うちね、そういう優しいぬくもりみたいな香りがすごく好きなのね。ベビーパウダーの香りの
クンダルシャンプー、とってもとても愛用してます。もう一個おすすめしたいシャンプーはラボ H ってやつ。ラボ H はうちなんで買ったかというと、もともとその乾燥肌だから頭皮もめちゃくちゃ乾燥系だったの。だから抜け毛がなんか増えたような感じがしたのね。こんなに抜けるっけっていうぐらい抜けてたの。それが悩みになっちゃって、でいろいろリサーチをした結果、このシャンプーがとてもいいって書いてあって、とりあえず1本だけ頼んだんだけど、本当に抜け毛がめっちゃ減ったの。だから今は本当にね、全然抜けない方になった。なのでうちはこのシャンプーを地肌洗うときに優しく洗ってから、さっきのクンダルのシャンプーをこの地肌から下の部分に使ってます。うん、抜け毛とか頭皮のかゆみに悩んでる方は一回試してみてもいいかも。ラボエイチ。次は家事編ね。うちが使ってる食器スポンジです。うちのお隣さんが、チョコちゃんこれすごくいいから一個使ってみてって言って、その時は緑を一つくださって、全然ね、へたれなかったの。6ヶ月ぐらい持ってから、この前変えたばっかのね、まあ今回ピンクにしたんだけど、アマゾンさんで買いました。水切れがめちゃめちゃいいから、清潔をめっちゃ保てるスポンジだと思います。ほんでうちが愛用しているこれここだけをペッて剥がそうとしたら、よくあるでしょ、みんなも。これピャーってなっちゃってて、ホタテパウダーでございます。野菜とか果物の表面についている有害なものを全部洗い落としてくれるパウダーなのね。果物とか、野菜をこれを適量入れて、でつけとくと、本当にね、油みたいな、なんていうの、なんかこう浮かんでくるの、見えるの。こんなものを私は食べてたんだみたいな、すごくいい。これなんでかわかんないんだけど、この掃除王っていう強力アルカリ電解水っていうのを業務用で買っちゃったのね。化学薬品は全く使用してなくって、環境にも優しく、合成洗剤などを使用したくない場所にも安心してご利用いただけます。電解水をこうピピピってスプレーして、こびれついた感じの汚れがあるときにレンジにパーってやっといて、すると本当にね、スッて拭くだけで良くなるんだよね。一回ね、その漂白剤を使ってお風呂の掃除をした時に気持ち悪くなっちゃった時があったのね。それでこれを使うようになったんだけど、電解水めちゃめちゃいい。ということで、美容編と家事編でうちが使って良かったなって思うものをちょっと紹介してみました。なんかこう参考になったらいいなと思いながら、ただベラベラ喋る動画だったんだけど、付き合ってくれてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録とインスタとかいろいろフォローしてくれると嬉しいです。で、もともとシンガーをやってるんだけど、今年からもうちょっとこう音楽の部分を YouTube でもこのチャンネルに載せていきたいなって思ってて、でこの前竹内まりやさんのプラスチックラブっていう曲をカバーした、PV を載せてます。たくさんの方に協力していただいて、本当に思い入れのある作品なので、まだ見てない方はぜひぜひ見てみてください。じゃあ次の動画で会いましょう。 Thank you for watching and remember you are